愛南町特産の日用着貝などで作った美術作品を紹介するシーボーンアート作品展が16日松山市高浜町5丁目の松山観光校で始まりました。多彩なランプシェード27点が利用客を楽しませています。シーボーンアート愛南教室の15人が出品しました。ロビーにはステンドグラスの技法を用いて日用着貝やガラスを使って花の模様などを施した球体や箱型などの作品が並んでいます。中でも高さがおよそ 1.7 メートルあるタワー型のランプシェードはひときわ目を引きます。フレームの内側に和紙を使った作品もあり、利用客が美しい色合いの作品や優しい光に見入っていました。もう色と光がとっても綺麗だなと、安らげると思います。優しいから何かなと思って近づいてみたら貝殻ですごく素敵です。この作品展は来年1月25日まで開かれます。1月27日から2月22日には東温市七川の愛媛大学附属病院でも展示します。